こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、背景を見ていただくとお分かりかなと思うんですが、久々に外で撮影をしてみたいなと思っています。僕が今日訪れてるのはですね、新宿にある4 1 7エディフィスさんですね。こちらにお邪魔をしまして、秋の新作の中から大人世代に似合いそうなものをですね、徹底的にご紹介をしていきたいなと思います。まあ、この店舗を訪れるのももう3、4回目ぐらいですかね。結構回数重ねましたが、旬で使いやすいものが多い 多いのでまあ、なかなか大人世代にはですね見ていて楽しいものが多いかなと思うので、まあ、今日はできる限りいろんなものに触れていきたいなと思っております。<music> 今日もオープン前なんですが、まずは正面ですね。まあ、鮮やかなちょっとこうレッドの色合いだとか、こういったね、アウターもちょっとこうレッドだとかブルーとかを拾ったような、まあ、鮮やかな色合いのもうですね、ちょっとイギリスっぽい感じの雰囲気の色使いなんかもいいですよね。まあ、ちょっとこういったレッド ニのニットとかはあまり着たことがない色合いなんですがすごくね風合いも良くてこのニットまずはちょっと見てみたいなと思うんですねカラバリが豊富でちょっとこちら見ていきましょうかねずらりと並んでいるこちらのニット風合いがちょっと変わっていて触ってみるとわかるんですがもちっとした質感でまあモール氏を使ったですね独特な風合いになっていましてニットとスウェットのいいところどりみたいな感じでこれは使い勝手が良さそうですね厚み的にはまあ中肉厚になるの で 1>, 1枚でも様になるしあとはまあアウターの下なんかに取り入れてもらっても使いやすいかなと思いますねカラバリなかなか豊富ですがどれがいいだろうなまあ、明るめの感じですよねこういったグレー系とかライトベージュっぽい感じもすごくいいと思いますしなんか鮮やかなねこういったレッドも今期はちょっと着てみるのはなかなかいいなと思いますね面白いのがちょっとこの腕の部分ですね肩のラインが切り替え入っていてですねちょっとしたアクセントになっていてこの辺りもなんか雰囲気をさそう ですね、どれがいいかな、まあ、なかなか迷いどこではあるんですが、まあ、せっかくなんでちょっと一色着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたが、いかがでしょうか僕は身長 164cm、53kg と小柄な体型なんですが、今 M サイズを着ています。サイズ感はやっぱり少し緩さがありますね。肩のラインも少し落ちていて、ここですよね。色味がグリーンとブルーの間ぐらいの色味で、ここがちょっとしたアクセントになっているので、1枚で着てもちゃんとですね、様になるような、そんな 見え方になってますね着てみるとこれ肌触りすごくいいですねまあ、ニットの独特なこうチクチク感が苦手な方でもこれだったら結構 T シャツの上に着ても全く違和感がないかなと思うのでかなり使いやすいと思いますねまあ、今時期であればこれ1枚で様になるしもうちょっと季節が進んできたらやっぱりちょっとライトなアウターが着たくなってきますよね、まあ、この辺りまさに横にありますがバブアーのビデールですかね今回も別注で作ってるものがあってこれも使い勝手良さそうですね まこういったものを上に重ねていただければ、まあ、これから先結構長く使っていただけるのかなと思いますね。今回のビデールもなかなか雰囲気良さそうですね。まあ、僕もビデールはかつて持っていたんですが、まあ、当時に比べるとちょっとサイズ感、ゆとりを出していて、身幅も少し出していますし、そしてこう、着丈はやや短めにしているというところで、まあ、最近はこう、タン系のアウターが少しトレンドになっているので、そのあたりをちゃんとこう、生かしたようなバブアーのアウターになってますね。これ これもなんか,かっこよさそうなので上にちょっと羽織ってみたいと思います。 はい、こちらのバブアーも着てみましたが、いかがでしょうか僕は結構バブアー選ぶと、ブラックばっかりになっちゃうんですけども、このですね、表記で言うと、こちらはグレーなんですが、ちょっとこう、色味としては、ベージュも混ぜたような、ちょっとグレージュっぽい見え方になっていて、これなかなかいいですね。着てみると、良さをより実感できるような色味かなと思います。身幅も少しゆとりがありますし、着丈もスッキリなので、このあたりは今っぽくてすごく使いやすいなと思いますね。でちょっと内側が がチェック柄になっってていまして袖をちょっとこうまくってもです、ね、このチェックが見えるるようになっていののでこの辺りもちょっとしたアクセントとして効いてくれますし、なかなかこう他では見ないようなバブアの一着なので、個人的にも欲しいなと思いますね。色の展開はグレーという表記ですね。あとはこちらだとグリーンですね。まあ定番、バブアといったらこのカラーというところですね。これももちろん使いやすそうですね。割と深めのグリーンなので、やぼったく見えなくていいなという印象ですね。あとは、 もう定番的でですすが使いやすいや表記で言うとこちらがネイビーですね紺この辺りも爽やかでいいですよね。重たくなりすぎない。コーディロの襟もですね、よくマッチしていて、すごくいい雰囲気ですね。まあなかなかカラー展開は豊富。まあ3つですけども、どれもそれなりにこう魅力を感じてしまうので、難しいですが、個人的には今季このグレーがいいなと思いましたね。内側にこういったライトグレー入れて、少しこうグレージュみたいな色合いと合わせてもらってもいいかなと思うので、よかったらチェックしてください。 いいいたただきたいなと思っていますはい、ちょっとじゃあ内側に行きましょうかね。こちらのゾーン行くと結構スウェットのボリュームが多いですね。まあニットもいいんですけど、スウェットぐらいカジュアルな雰囲気で着たい方もいらっしゃるんじゃないのかなと思います。そこでまず気になるのがこのあたりですね。チャンピオンのスウェット。これ先日ですね、皆さんにもご紹介しているので、まあ僕の動画見ていただいている方であれば見覚えがあるかなと思います。チャンピオンに別注をかけたモデルになっていまして、まあ一応 こうロゴもですね刺繍で入ってるんですけど本体色とこう馴染ませるような形であまりコシ調が強くならないのが良くてですねこれからすごく良くて結構売れてるみたいです、まあ、この辺りはもう鉄板でおすすめなんですがこれから先ですね1枚で着るというよりも上にこう重ね着することが多くなってくるので少し明るい色であのアウターが濃くても内側を明るくするみたいな感じで言うとこういった明るいカラーですね表記で言うとこれがきなりですねこれもマッシュ。 白じゃなくて少し黄みがかった感じが柔らかくていい色合いですねとかやっぱりスウェットと言ったらこのカラーですよね木管がしっかりと見て取れるライトグレーですねこの辺りもすごく雰囲気いいのでうーんやっぱりチャンピオンと言ったらこの辺りは外せないカラーですねまあ、今回はこれぐらいのですね明るいものも皆さんにご紹介したいなと思いましたあとこの色もいいですねベージュかベージュも意外とありそうでないような気もするんですよねこの色もすごく良さそうですねまあ、スウェットもいろいろ と選択肢がありまして上段見ていただくとこれがちょっと新しいレーベルと言いますかスラップスというですねシリーズになっているみたいで、まあ、この背中の部分にロゴが入ってるんですけどこれもねスウェットの中でもちょっとアプローチが変わっていていいなぁと思いましたねその部分がチャンピオンと比べるとですねしっかりとこうリブが入ってるものとこちらは割とですねカットソー感覚で着れるようなこのその部分がラウンドしているのが一つの特徴で見え方としてはなんかロンティっぽさ あってだけども生地の厚み的にこうスウェットの感じがちゃんと表現されていてなかなか良さそうですよね実はこの制作には某国内のですねボトムス専業ブランドで有名なデザイナーの方が携わっているということでこれはですねやっぱりこうこだわりを感じる一着で個人的にはすごく気になりますねチャンピオンのスウェットもすごくいいんですがちょっとこちらはなんかイメージがまだ湧きづらいので実際に着てみたいと思います 実際に着てみました。こちらも M で着てるんですが、どうでしょうか通常のスウェットとはまた全然違ったアプローチで、ラウンドしてあるこのストの部分が結構大きな違いとして個人的には感じられますね。今着てるのが、まあブランドのちょっとキーカラー的な位置づけでもあるかなと思うんですけど、ブルー。この鮮やかなブルーすごくいいですね。個人的に結構これ、ドハマりして買って帰りたいなっていう感じですね。すごくいいです。で、サイズ感も少しゆるさがあるんですけど、だらしなくならない感じで、 その始末も含めてなかなか凝った一枚なのでぜひ、まあ、皆さんもチェックしていただきたいですねこれ結構セットアップで使えたりするような形でボトムスもあるんですよねスウェットのパンツは結構カジュアル度高いのでなかなか難しいですがその部分がリブになってないですとんと落ちるような雰囲気なのでこの辺りも意外と履いてみると綺麗な雰囲気なんですよねこの辺りはさすがボトムス専業というところもあるあの方のデザインらしいなとは思うんですが素敵ですよねこのシリーズは今後も展開するという ということなのここちらブラウンも結構いいいなと思っててですねこの色、良くないですかねこれすごくいい色ですね。個人的には秋らしくて、これもいいなと思います。で、ロゴがですね、この、なんだろう、前面になくて、後ろのこの首の下ぐらいについてるのが、僕、このアプローチもすごくいいなと思っていて、さりげなくてですね、なんか、いい雰囲気の一枚だなと思うので、個人的にも買って帰りたいなと思っているぐらいですね。こういったスウェットがありというところ、 こもうううしこっっちのゾーンも行ってみましょうかねあそうそうこれがねちょっと気になってたんですよ。まあ今年はこういったオンブレチェックのシャツっていうのは一つトレンドアイテムになってましてまあいろんなブランドさんから出てるんですけどこの色がすごくいいなと思うんですよね。表記はどんな感じなんでしょうかね。茶色っていう感じになっているんですが結構複数の色使っていまして茶系というかブラウンっぽいベージュっぽくもあるような色とかあとややこうグリーンとか とかカーキっぽいような色合いも使っていて結構この色が個人的にはめちゃくちゃ好きなのでこちらも着てみたいと思いつつこっちもいいんですよね黒。 ブラックベースでちょっとグレーとかも混ざってたり、ブラウンっぽくも見えなくないこのカラーもいいんですが、まぁ、あ、ちょっと今回はこっち来てみたいですかね。試着してみたいと思います。はい、実際に着てみました。こちらも M サイズを着用していますが、少しサイズ感緩めですね。シャツの中でもサイズ感緩めで、今っぽい雰囲気ですね。で、襟元がですね、レギュラーではなくてオープンカラー型になってるんですね。このあたりもですね、まあ、見ていただくとわかりますが、通常のシャツにはない見え方になってくるので、 長袖のオープンカラーシャツというところも個人的にはなかなかいいんじゃないのかなと思いますね。色合いがすごく良くて、グリーンっぽい感じとベージュ、茶系が入ってるところがすごく個人的には気に入りましたね。これはちょっと着るだけで今っぽく見えるので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんにもトライをしていただきたいですね。価格も11000円税込みで、この雰囲気っていうのはなかなかいいなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい。続いて、じゃあもうちょっと中に入っていきましょうかね。これもか かっこいいっすね。以前ですね、417エディフィスさんでご紹介したのが、この辺りのですね、ちょっとシャカシャカ系のアウター、素材ナイロン使っているですね、こういったマウンテンパーカーに近いようなものなんですが、割とこちらがベーシック寄りのデザインで、まあよくあるデザインではあるんですが、シャープでロゴとかもないので、割とこう私服の中に取り入れやすいかなという雰囲気でしたが、ちょっとこちらはミリタリー調と言いますか、また雰囲気が変わってる感じがして、イメージが湧かないですよね。色で いうとブラックとややブルー味がかったブルーグレーっぽいものがありますがこれもなんか個人的にはツボのデザインなので実際に着てみたいと思います。 実際に着てみました。いかがでしょうか着るとですね、大好物の感じでしたね。イギリスのフライトジャケットがベースとなっているようなデザインなんですが、まあ、そのままをですね、再現するのではなく、素材感で言うと、今のですね、テック感あふれるような素材使いになっているので、楽にサクッと羽織りやすいような雰囲気になってまして、丈もですね、やや短め、ちょっとこう全体的に丸みを帯びたようなサイズ感になってまして、このあたりも現代的な雰囲気でちゃんと再現されていて、めちゃくちゃいいですね。なんかオリジナルのこう う1枚といいうよりはデザイナーズっっっぽなな雰雰囲囲気気もあってなんかかめちゃくちゃゃくこいいいなと思いましたねこれはちょっと意外性がありました。僕の中では417エディフィスさんというとこちらのイメージが強かったのでかなりですね、デザイン的にはエッジが効いていて、だけども気軽に羽織りやすいような1枚なので、秋に軽く羽織るようなナイロンジャケットの中ではなかなかいいんじゃないのかなと思いますね。これで価格がですね、13,750円っていうのは結構驚きかなと思います。まあ、是非ですね使い勝手 含めててでですねすねごく魅力的な1枚なな枚のでチェックしていいいたただきたいなと思いますそししてて内側に入っていきましょうかね、まあ、この辺りも、ジャケットからベスト、ボトムスまで。ね。これはまた、ちょっとこう、タンタケ系のアウターですね。同じ素材で4パターンという形でありますね。まあ、こんな感じでこう、セットアップ組んでもらって、内側はこういったベストを入れてもらうような着こなしもかっこいいですね。まあ、テック感溢れる雰囲気ですが、これ、サイドがですね、こう、ジップで でこう調整ができてです、ね、ベンチレーションが付いているのでいろんな季節に着ていただけるような風通しがいいような1枚になっているのでこれはですねなかなか機能性満載な一着に仕上がってますね色もちょっとこうグレーなんですがややこうマットな色合いで上品ですよねなかなかこう普段見ないような色合いで僕もこの色すごく好きですねあとネイビーもありますねこのあたりはお好みですがなかなか雰囲気良さそうですよねボトムスも見 ていただくと履きやすいようなもうほぼ360度の、えー、ゴムになっていてサクッと履けるような雰囲気になってますこれも面白いのがサイドですねここガバッとですねジップで開くようになってましてベンチレーションがついているというところでまあボトムスにしてはこういったアプローチは珍しいなと思っていてかなり凝った一枚になってますねうんせっかくなんでどれか羽織ってみましょうかねなんかこの重ね着の感じがかっこいいなと思うので僕もやってみたいと思います はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。まあちょっと新鮮な見え方になりますよね。内側にベストを入れることで首元にちょっと高さを出すとカジュアルな雰囲気も出ますし、まあ、素材的にちょっとテック感あふれるような雰囲気なので、この辺りも今っぽくて気軽に着やすいなと思いますね。サイズ感もこうギュッとウエスト絞るような感じじゃなくてボックス型で肩のラインも落ちているので、ちゃんとこう着るだけで今っぽくなるので、これは欲しいなと思いますね。うーん、なるほど。ボタンなんかもね、ちょっとこう、 牛のボタンとかこうクラシカルな要素ではなくてまあ、全体の雰囲気に合わせたようなマットな雰囲気で作ってありますしあとはね素材感も含めてラフに着やすいのでこれは1枚持っておくと便利そうですね結構お仕事でもいけるしまあ、休日のこうラフなアウター感覚でも着れるようなそんなセットアップなのでまぜ、あ、ひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っていますこんな感じでテック感あふれる素材のものがちゃんとこのあたりにラインナップされていて続いてこっちのゾーン行ってみましょうかね、まあ トムスもね相変わらず優秀なものが揃ってる印象ですねちょうど見ていただくとですね正面に2種類の型があって1タックのものと2タックのものがあるという感じですね1、まあ、タックのものが少し綺麗な雰囲気でストンと落ちるようなデザインになってまして、まあ、今季はこの2タックのですねクラシカルな雰囲気なんだけども膝から下ちょっとテーパードかけてるようなデザインですね、まあ、これが今っぽいこうトレンド感も抑えつつもだけども野暮ったくなるような太さではないので結構大人世代には 似合いやすいんじゃないのかなと思いますね個人的にはこの三角形のディティールと言いますかちょっとこうクラシックな雰囲気のポケットですねこのあたりの雰囲気もなかなか一つのアクセントになるのでいいんじゃないのかなと思ってますカラバリも結構豊富でまあ、定番はブラック系になりますがシーズンカラー的なこうブラウンとかこのあたりもいいですよねなかなか個人的には好きな色ですあとはちょっとこうストライプもね僕は大好きで結構買うんですがブラックベースでちょっと太めの ストライプが入っているものものちょっとしたアクセントになるのですごくいいですねこれも前から見ると通常にこうベルトループが付いていて綺麗な雰囲気なんですが後ろゴムになっているので着脱が楽ですごく使いやすいですねわりとこの腰回りのツータック感はクラシックなんだけどや暮ったく見えないようなバランスってところがすごく使いやすいポイントになってくるんじゃないのかなと思いますねはいこの辺りのボトムスも個人的には1本欲しいなと思いますがデニムのこういったデニムスラックス調の これもね、かなり仕上がりいいですね。うーん、これはちょっと外しとして持っておくのも一本良さそうだなと思いますね。なんかあんまり季節感強く出ないので、これも一本あるとすごく様々な季節に使えそうな印象です。このあたりのシルバー色のボタンもなかなか一つの綺麗な要素としても映えるので、これも欲しいなともう一本ですね。ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。続いて、まあシャツもありと色々とありますが、奥のゾーンですね。 この辺りからちょっとビジネスカジュアルとか、その辺りでも使えそうなアイテムが揃っていまして、これはノーカラーのジャケットですかね。まあセットアップになっていて、このボトムスがグラミチなんですね。これと同期地にすることで、グラミチのパンツの魅力をちゃんと活かしながらの上下で使えるってところがなかなかいいんじゃないのかなと思いますね。で、これは色何なんだろうなグレーか。このグレーもすごくいいですね。チャコーーールととか深めののググレレではなくて割とこうミディアムグレーぐらいの色味 少しベージュっぽくも見えるんですよねこのあたりが品があってなかなかいいなと思います通常のセットアップじゃなくて少しカジュアル感のある着こなしを楽しみたい場合っていうのはお仕事でもオッケーな職場はあるんじゃないのかなと思うのでぜひこのあたりはチェックをしていただきたいですねそして個人的に一番気になっているセットアップがこちらですね、まあ、実際にこうマネキンに着せてありますが上下でセットアップ含めてこの色のムラ感ですよねこのあたりがすごく表現 綺麗でなかなか良さそうだなと思うんですねかなり真面目な雰囲気なセットアップというよりは少しカジュアル感もほんのり感じるのでこれはいいんじゃないのかなと思いますカラー展開こちらはネイビーなのかなちょっとネイビーっぽい色合いがこちらであとですねシーズン的にはこれちょっとグレーっぽくも見えるんですがよーく見るとオリーブ、カーキですかねカーキということで季節感漂うような色合いでこれもなかなか良さそうですあとはブラウンもねこれまたムラカ 美しいのですごく気になりますが個人的にはちょっとこちらのですねカーキの方が気になるので行ってみたいと思います。 はい、実際に着てみました。今回はセットアップなので、サイズはですね、両方とも S を着ていますが、すごくバランスのいい一着ですね。まあ、セットアップの中でもシャープに見えて、まあ、これは好印象な一着になるかなと思いますね。で、サイズ感もですね、ジャストでこれぐらいで着てもらうのが一番いいかなと思うんですが、見え方としてはウール調なんですね。ただ、着心こしとしてはジャージーな感じで、割とこう、ストレッチがしっかり効いてるんですね。なので、着脱も楽だ し着心地はもものののすすすごくいいいんんですねででねね表面も先ほどお伝ええしししましたががムラ感があっっててて木調の雰囲気にななるのでペタッと見この辺りもすごくいいなと思いますでカーキという表記なんですがやぼったく見えることはなくてカーキとちょっとグレー混ぜたような色合いなので結構これだったら気軽に着ていただけるかなと思いますセットアップだと皆さんこうネイビーだとかグレーだとかその辺りはお持ちかなと思うのでちょっと次の一着としてこういったカラーにトライしていただくといいかなと思います 内側にはちょっとライトグレーのカットソーを入れていますが、真っ白もいいんですけど、ちょっとこういったライトグレーだとか、オフホワイトぐらいで合わせてもらうのもちょうどいいんじゃないのかなと思います。で、足元はですね、これジャーマントレーナーなんですけども、フランスのブランドとのコラボレーションということで、これ作ってるみたいなんですが、めちゃくちゃいいですよね。質感もいいし、ジャーマントレーナー、ドイツなんだけども、フランスのブランドが手がけているという、このね、絶妙なところなんですが、まあ上品さっていうところが、まあパッと見でも見て取れるかなと思います。 靴紐も,もですね、2パターン用意されているので、そのあたりも遊びが効かせられるので、なかなかいいなという印象ですね。価格がですね、これで12000円台なので、まあそういった価格帯の表情には全く見えないので、結構高見えしてくれるかなと思います。このようなセットアップなんだけども、少しカジュアル感があるものとジャーマンを合わせていただいてもなかなかバランスがいいと思いますし、あとはレザーのシューズはももちろんあるので、そのあたりはお手持ちのものと合わせていただくといいんじゃないのかなと思っています。この色すごく良かったですね。 で、最後は、このシリーズですね。レ・ジャポンというシリーズのシャツですよね。417エディフィさんに来たら必ずいつもやっていると言いますか、ご紹介するシリーズなんですが、まあ、すごく質感もいいし、この素材の雰囲気もですね、微光沢感漂っていて、すごくいいですし、作りもですね、国内の工場で丁寧に作られているので、これがですね、14,300円っていうのはかなりお手頃だと思います。このシリーズは本当に殿堂入りするような、 雰囲気かなと思います。通常のこのブルー系もいいし、あとはですね、今季はこういったちょっとワークテイストな左右にポケットついた感じもなかなかかっこいいですよね。まあドレッシーな綺麗な雰囲気なんだけども、ディティールにこういったワークっぽさが加わってるのもすごく良い意味でこう調和してるので、すごくバランスいいなと思いましたね。このあたりもちょっと個人的には欲しいなという一着なので、ぜひ皆さんも改めてチェックしていただきたいなと思います。そうだ。個人的にこれが いいななと思ったんんだウウールですよ、ね、ウールルでですすすよよねねのシャツすごく好きなんですよ、ね、これウールにポリウレタンブレンドさせてありますがミディアムグレーとチャコールグレーの間ぐらいかなこの色合いがねすごくいいので個人的には今季これが推しですね特にこう季節感が出る素材のウールのシャツというのは1枚あると上品に見えますのでこちらもチェックをしていただければなと思っています はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では新宿の417エディフィスさんにですね、お邪魔しまして、秋のですね、新作を皆さんにご紹介させていただきました。まあ今時期が一番買い物が楽しいシーズンかなと思いますね。まあ店頭にはですね、秋物が本当にたくさんのバリエーション揃っていますので、ぜひ皆さんもですね、お近くの店舗ですとか、あとはオンラインの方で気になるものがあったらチェックをしていただきたいなと思います。結構今季は、まあ、ベーシックな中にもこうトレンド 度感をよりりり強めたたもももののだととかかちょっと凝っ凝もも多くてですね見応えがかなりありましたね、ね、うん、またいつもと違った雰囲気のものも見れたので、非常に個人的にはテンションが上がりました。今日確認したものの中でも何点か欲しいものがあったので、個人的にもちょっと買い物して帰りたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人ダンスに向けて、メンツファッションの基本、なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ今後の動画も楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画も お楽しみに。